イベット・ウィリアムズはニュージーランドの女子陸上競技選手。1952年ヘルシンキオリンピックの金メダリストである。ニュージーランド南東ダニーデン出身。ウィリアムズはバスケットボールのニュージーランド代表として、またネットボールの南東代表として活躍していた選手であった。その後、コーチと共に北島に拠点を移すと、1947年に、 砲丸投げの国内チャンピオンとなり、注目を浴びる。しかし、彼女の本職は、総幅飛びであり、1950年の大英帝国競技大会で、金メダルを獲得すると、次は2年後のヘルシンキオリンピックに目標を置いた。1952年ヘルシンキオリンピックでは、総幅飛びで6平方メートル4の高記録で優勝。ニュージーランドの女性選手として、 初めてのオリンピック金メダリストに輝いた。この快挙に、ウィリアムズはニュージーランドに帰国後に大観衆に迎えられた。オールブラックスやアメリカスカップに出場したヨットによるものなどあらゆるところから大歓迎を受けた。さらに、オークランドからダニーデンの戻る途中でも至るところで、ウィリアムズを歓迎する光景が見られた。ウィリアムズは、 ヘルシンキで引退するつもりもあった競技を続行。1954年2月には、総幅跳びで6平方メートル級の世界新記録を樹立。同年夏に、カナダのバンクーバーで行われた大英帝国、イギリス連邦競技大会では総幅跳び、砲丸投げ、円盤投げで金メダルを獲得した。ウィリアムズは、1956年メルボルンオリンピックを、 前に現役を引退。バスケットボールとソフトボールの有名選手と結婚した。その後体育教師、陸上のコーチとなり、私生活でも4人の子供に恵まれた。子供たちはいずれも優れたスポーツ選手となった。2019年4月13日、オークランドで死去。89歳ボーツ。ありがとうございます。